どうも、石田です。さあ、研修医生活103日目、9月3日。この日はどんな一日だったかというと、皮膚禁煙について詳しくなった一日でした。その模様をお伝えしたいと思います。さあ、研修医生活103日目。この日は9月3日です。この日は上野先生に皮膚禁煙という病気についてしっかり教えてもらった一日でした。今僕が担当している患者さんが皮膚禁煙の患者さんなんですね。その関係で皮膚禁煙っていう病気について詳しく教えていただきましたね。具体的にどんなことを教えてもらったかっていうと、皮膚禁煙の種類について教えてもらいました。皮膚禁煙ってどんな病気かっていうと、簡単に言うと自分の体の中で自分の体を攻撃する物質を作ってしまうんですね。こういうのを自己免疫疾患というふうに言うんですけれども、この皮膚禁煙もその自己免疫疾患の一部です。具体的には横紋筋っていう筋肉に対してこの自分で作り出した物質が攻撃します。こうすることによって筋肉に炎症を起こしますので、多発性禁煙って言います。この多発性禁煙に皮膚症状が加わったもの、こういうのを皮膚禁煙って言いますね。自己免疫疾患というのは大体女性に多いんですよ。リウマチとかっていう病気聞いたことありますかね。それもなんかこうおばあちゃんが多いイメージ持たれてる方もいるんじゃないでしょうか。もしくはね、あなたのおばあちゃんがリウマチでねみたいな風に言われてるのではないでしょうか。まあそんな形で自己免疫疾患って大体女性の方に多いんですね。でこの皮膚禁煙っていうのは若い人にも少し年を取っている方にも多いっていうのがこの病気の特徴ですね。どんな症状が起きるかっていうと、まず筋肉痛がありますね。筋肉に炎症を起こすっていう風に言いましたからね。でその炎症を起こした結果、筋力低下が起きます。でこの辺で炎症が起こると飲み込みにくいってことで嚥下障害っていうのも起きますね。あとは関節痛とか皮膚症状でヘリオトロープシンっていう症状になりますね。この辺に関しては、ね、大学の時には勉強することにはなります。医師国家試験でもしっかり覚えなければいけない範囲にはなってますね。で先生から何を教えてもらったかっていうと、自分のことを攻撃する物質を作るって言いましたね。こういうのを抗体って言ったりするんですけど、この抗体がいろんな種類があるんですね。抗 ARS 抗体、抗 TIF1 ガンマ抗体、抗 MDA5 抗体、あとは抗 MI2 抗体ですね。他にもね、いくつか抗体があるんですけど、今のところ保険で認められてるのはこの4つみたいですね。保険が効かないやつだったら NXP2 抗体とか、他にもね、ブワーって挙げられたんですけど、もう全然わかんなかったですね。で、なんでこれ調べるかっていうと、マニアックだから調べたいから調べるみたいな形じゃないんですね。この抗体のどの抗体を持つかによって症状とかが変わってくるんですね。例えば先ほど紹介した ARS 抗体の中で有名なのは、抗上腕抗体っていうものが一番有名なんですけど、抗 ARS 抗体が陽性であれば肺炎を起こす可能性が高いっていうふうに言われてますね。この肺炎にはプレドニゾロンとも言ったりするんですけど、ステロイドがすごくよく効くっていうふうに言われてます。一方で抗 TIF1 ガンマ抗体、この抗体が陽性の方っていうのは間質性肺炎の合併が少ないって言われてます。じゃあ何の合併が多いのかっていうと、先ほど言った嚥下障害ですね、飲み込みにくいっていうものであったり、あとはね、癌になりやすいです。なのでこの抗 TIF1 ガンマ抗体が陽性であれば、癌の検索っていうのも必要になってくるんですね。また、抗 MDA5 抗体が陽性であればどうなるかっていうと、間質性肺炎という肺炎を合併しやすくなります。じゃあ、抗 ARS 抗体と一緒じゃんっていうふうに思うかもしれませんけれども、治りにくさが違うんですよね。先ほど、抗 ARS 抗体が陽性であれば、肺炎は治りやすいって言いました。ところが、抗 MDA5 抗体が陽性の方の肺炎ってのは、治りにくいんですね。ステロイドがよく効くっていうふうに先ほど申し上げたんですけど、抗 ARS 抗体陽性であれば、この抗 MDA5 抗体が陽性であれば、ステロイドだけだと効かないんですね。ステロイドに加えて、エンドキサンやタクロリムスっていう薬を合わせて使ったりします。まあ、もちろん別に皆さん専門家じゃないので、あ、なるほどってみたいな感じでガリガリ書いてね、抗 MDA5 抗体陽性であればみたいなのに書いて覚える人は全くないです。こんな風に病気の中でも原因となるものがいくつかあって、それによって治療法とかなりやすいものが変わってくるんだってことを、ね、押さえておいていただけたらなと思いますね。いろんな抗体があるっていうのは大学でも習ってたんですけど、治療法とかなりやすい病気が変わってくるみたいな話は全然、まあ多分言っていただいてた、教えていただいてたとは思うんですけども、もう全然覚えてなかったので、へえ、なるほどと思った次第ですね。医学って本当にすごく進歩していってますよね。同じ病気でも原因によって治療が違うって結構面白くないですか？まだ保険に認められてなくて、まだまだたくさんの抗体があるわけですから、これからもこういう抗体が見つかれば、こういう治療が効くっていうのがどんどんできてくるんでしょうね。そう考えるとすごいなって思いますね。はい、そんな感じでね、本日は皮膚禁煙について詳しく教えてもらったという話をさせていただきました。なるほど、皮膚禁煙についてよくわかりましたと思った方はね、ぜひ高評価押していただけたら大変嬉しく思います。
また人に出るではこのように僕の研修生活の動画をお届けしております。まだチャンネル登録してないよって方はこの機会にぜひチャンネル登録していただけたらと思います。また各種 SNS、 Twitter、Facebook、Instagram も更新しておりますので、よければそちらの方もぜひチェックしてみてください。特にね、 Twitter の方頑張ってつぶやいておりますので、よければ覗いていただきフォローしていただけたらと思います。はい、ということで本日は研修医生活103日目、9月3日の模様をお届けさせていただきました。まあ、しっかりね、上の先生が教えてくれるっていうのはありがたいですね。お忙しい中合間を縫って教えてくれるので本当にありがたいなっていうふうに思います。まあ、上の先生の話を聞いて1日が終わったわけではなく、いつも通り患者さんの診察や患者さんのカルテを書くっていうのはやらせていただきました。ただ本当にね、いろいろ教えてもらったので、すごくカルテを見た時も理解が深まって良かったなというふうに思います。こうどんどん分かっていくとすごく面白いですよね。なんか勉強だったら、習い始めの時ってなんか面白くないなって思うことがあると思います。何々の分野は面白かったけど、何々の今習ってる分野微妙だなって思うことって割とあると思うんですけど、結構勉強していくと分かってきて、あ、なるほど、そういうことね、面白いなと思う時があると思うのでね、食わず嫌いにならず積極的に学習していっていただけたらと思いますね。僕も、ね、もっとね、貪欲に学んで楽しみたいと思っております。あなたも頑張って楽しんでいこうと思っていただけたらとても嬉しく思います。それでは本日はここまで。良い週末をお過ごしいただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。